バスケは好きです。見るのは低気圧で頭痛い、マジで大変だね。私も乾燥で喉がやられたんですけど、元気っちゃ元気だと思います。スパイファミリーハマってるんですか？いいですね。いいですね。アニメもいいですよ。
最新刊までまとめて送りました。素敵。いいじゃない。スパイファミリーは今盛り上がってますからね。ミュージカルもやってて、私が好きなあの柚木風花さんと佐賀県出身の浅香真人さんが出ていらっしゃって、その周りを固めてる方々も、てか皆さんがめちゃめちゃ豪華キャストで、サザエさん単押し、母の日何もできなかった、こう明日でもいいんじゃない、明後日でも、思いが伝わればいつでもいいんですよ、過ぎても少しぐらい過ぎても、お花を渡すだけでも嬉しいんじゃないでしょうか。明日お花屋さんに行ってみてはいかが。いいと思うよ。まだ多分明日明後日ぐらいまでは母の日のやつ置いてあるんじゃないかな。とりあえずプレゼント実家のに母の日送っといた。うわいいね。花沢さんしか勝たん、誰だっけ、磯野さんってやつ、磯野くんってやつ、花沢さんって誰だっけ、メガネのツインの女の子、花見ってなんであんなに幸せになれるんだろう。そうだから私はね、最近はお部屋にお花を、右輪さん、花沢さんって誰、花沢くんじゃない右輪誰、誰だっけ、右輪さんや、お花ね、私もお花大好き。今日もお花屋さんに行った、2回ぐらい行ったんですけど、いいね。だから私ハウステンボスが好きなんですよ、すごく。ハウステンボスってね、もうなんかどの時期はどれが咲いててって前は言えるぐらい好きだった。よく行けるっていう感じでもなかったけど、バラ園の時はよく行ってましたね。ちょうどこの5月後半ぐらいから、5月中旬 ?5 月ぐらいから6月にかけて、6月もギリかなにかけての期間がバラ園で、バラがもうめちゃめちゃ咲き誇るんですけど、それが最高で、5月いっぱいかな、バラはシーズン的には。プレゼント買ったので明後日劇場持ってきます。ありがとうございます。ハウステンボス実家のすぐそばだけど行ったことない。え、マジで行った方がいいよ。まあテーマパークっていうよりは海外に遊びに行く感覚で行かないと、まあアトラクションとかはめっちゃあるってわけではないですね。うん、今バラが見頃です。いっぱいあるんですよ。ゆり祭りもすごく魅力的。ゆりが
パーって咲いたり、私はねバラージのジュースとかバラージソフトクリームを食べました。確か前もさっきと言ったんですよね、バラ園の時に。めっちゃ覚えてる。行きたいな。なんかバラっていうか植物園とかないのかな。私福岡に住んでる頃さ、海の中道海浜公園の植物園、動植物園っていう動物園も植物園もある施設があるんですけど、そこにね小学校の時そこが遠足だったから、海の中道が遠足だったの。そうだから動植物園も行ったし、お昼ご飯にねプール、海の中道のプールあたりをのにみんなでご飯食べてって言って、家の庭で満開です。あ、いいですね、バラいいです。ほう、私もばあちゃんがばあちゃんがバラめっちゃ好きで、いろんな種類のねバラとかお花が咲いてます。ばあちゃん家行くと、家の周りもそうなんですけど、家の庭の庭職場の周りだったりとかもバラがいっぱい咲いてる。関東に植物園ってないの？植物園というか、いっぱいあられるのはあるのね。花ガーデン、へえ素敵。群馬フラワーパーク、素敵だね。すごっ素敵、いいよねバラ。バラだ、私は好きなお花はバラと、あにょーん、にょーせよ、母の記念日にバラの苗を送ってたの。家の庭はバラだらけ。いやわかる、バラってさやり始めるとね、日立海浜公園いいですね。バラいいよね。そうだから私はねちっちゃい頃からバラが好きなんです、ばあちゃんの影響で。バラとイングリッシュガーデン、何これ、ここ行きたい。タンバララベンダーパーク、素敵ね。イングリッシュガーデン行ってみたい。バラは君に似合う、秘めた情熱って感じ。ありがとう、サムズアップ。バラとで桜は自分が生まれた時に、生まれる時期に咲くじゃないですか、4月あたりに。だから桜も好きだし、チューリップも好き。チューリップってなんか好きなんだよね。バラ
でもそう、カーネーションとかも好き。ね、大犬のふぐりが好きです。あ、わかる、めっちゃわかる。私さ、あの小学校の頃にばあちゃん家にあるお花をね、一個ずつもらって、押し花を作って、押し花の隣にあの意味じゃない、花言葉を書くっていう自由研究をやったんですけど、花言葉とか好きなんですよね。だから夢見るも花言葉で、実は「チューリップ最高だね」「つくばバラ園」定期便で花部屋に飾ってるのみだけど、今年はラッベランダで朝顔育てたくて取れなかった。いいね、私も育てたい。育てれる自信はないんやけどね。何の話やったっけ。そう、意味とかが好きで、お花のバルナーズが美容に上がって嬉しいねえ。バルナーズファンですか、サポーターの方、サポーターっていうかブースターの方ですかね、ハトさん。うん、花言葉素敵なのよ。そう、夢見えるも実は花言葉で、夢見えるっていう YouTube をやってるんですけど、夢見えるも花言葉で、そのカモミールの花言葉ってあるんですよ。カモミールの花言葉はね、逆境に負けないだったり、友情だったり、確かそんな感じなんだけど、ちょっと見て。逆境に耐える、苦難の中の力。うん、そう、やっぱり カモミールと何か組み合わせたいね。そういう意味が込まれてます。お家で育ってるの素敵。今日はインスタライブやらないかな。カモミールはね、その他清楚、あなたを癒すっていう花言葉が実はあって、苦難の中の力、逆境に耐えるっていう、踏まれれば踏まれるほど強く育つ種があったりとか、こう、ね、ちゃんと何があっても苦難の中でも3人で力を合わせていこうっていう意味が込められているのと、あなたを癒すっていう YouTube で、私たちの YouTube を見てね、
何か癒されたり明日の希望になればなと思ってカモミール、そこに見るっていうのに着目して、夢を見る少女たちっていうテーマにしようか、ビッグテーマにってなったので、じゃあ夢見るでどうかなってなって、夢見るです。夢見るって何日に投稿を始めたんだっけ、10月、本当は確かね、この11月3日、誕生日が11月3日なんですけど、これに合わせようかなって思ってたんだよね。か、本来は七夕にしたくて。七夕ってやっぱ願いを叶えるだったり、こう、なんて言うんだろう。誰もが、オリフィムと彦星がこう待ち望む日でもあるし、なので夢を叶える、夢を見るっていうのを加味して7月7日に投稿を始めたかったんですけど、そうだから登録日は7月7日にしてます。素敵でしょ？始めたいんですけどって言って、でも準備とかがいろいろ間に合わなくて、そう。でもスタッフさんのご意向で登録日、作成日、チャンネル作成日は確か7月7日にしていただいたんですよ。カッツが前向きになっただけでも素晴らしい。ハスカもカレンも前向きになりました。もうそれだけで私の役目は果たされたようなもんなんですけど、本当にここさ、なんか目みたいなやつができ、何これ、ここにポコってさ、なんかの跡かな、うん、見えますか、見えないか、なんだろうこれ、やる、痛いの、痛、ここはね、ちょっとだけポコってなってるけど、本当に面みたいなんだよね、ここにこう、こうあって、びっくりした今日朝。でもガーンって打ったとかではなくて、何なんやろこれ、ちょっと痛い、痛いというか、こう押したらまあ痛いよねっていう、くぼんでるって思うでしょ、これ浮き出てんの、こっちに、ちょっとわかりやすく型をつけますと、んー、ここ、プリンちゃんにゃん、そうしよう、第3の目開いちゃう。
ね、ぶつけたね、びっくりしただ今日はさ。じゃあ50分だな。そう、モカピーのセンター曲もカモミールなの。やっぱりね、何がどうつながってるかわかんないですしね。遠藤さくらちゃんにどことなくの時、私本当にね言っていただくことが多くて嬉しいんですけど、そんなにそんなそんな、ありがとうございます。ミシャの配信見やすい、本当に嬉しい。静かにやりますからね。あの寝る前の適当なラジオみたいな感じの、なんとなく聞いてみるラジオみたいな感じのテンションで聞いてください。見てください、ぜひぜひ。そんじゃ終わろうかしら。13位ベルちゃん、会長さん、ミサノは、12位スーさん、11位ジャリンゴさん、10位ヒソシさん、9位カリウシさん、8位ジョークスノーさん、7位横ユーさん、6位オニオンナイトさん、5位これ なんだ、これオムライスさんですね。はい、4位ほのちゃん、
に園長さん、1あのねさん、あ違う、2違う、ゆいほのちゃん、3園長さん、2あのねさん、ミスターが最高、1竹本さんでした。ということでありがとうございました。話し方好き、本当にありがとう、うれしい。雰囲気がいい、めちゃめちゃ褒めてくれてありがとう、みんな嬉しいよ。今日は柱が2人です。柱も2人いるな、柱が。 Thank you, Mr. You're welcome. Thank you for watching, guys. See you tomorrow. Bye. 안녕. 잘 자. Good night, sweet dreams. 해봤네.